さあということでね、いろいろやってきましたが、残るは鬼バラエティ一つです。とりあえずやってみましょう、ね、5期です。あれん、難易度さらに上げれんの？いや無理だろ、動きなってるね。さらに難易度変えれるんだ。え、これもどうやら難しくできるみたいね。さらに、うん、現状ほぼクリアできてねえのに、さらに難しくしてクリアできるわけないんで、普通の鬼バラエティー、いくぞー。ジートズ、ね、さあということで鬼です。眺め、まあまあ初めだからね。打撲だろうね。まあ3問目まではレベル1なんで、実質3ぐらいか。スウェル、さあここからだね。スウェーゼン、クワヌは男の恥よ。まあ5問は楽しめるはず。お、簡単だ。超お級、ドレ、超ドレッドノート級っていう、ね、これ当て字です。スオボロ、ジャスコンブ、ソーボロ、ソボロ。おお、当たった。おぼろは出てたんだよ、ね、す、結果当たった。電源かな、あれ電帳電電ドデン、ドエン、エンデン、デンデン、これマージャンや。田所。普通に田んぼかよ。いやー、めっちゃ普通やった。デンポにければ当たりが見えたな。そこまで難しくないという。比較って意味だよね。なんて言うんだろう。詰める。キツネル。キツネルってなんだよ。どんべ食うことか。さあさあ。つね、え、つねるなんだ。比較って意味だと思ったんだけどね。これでつねるなんだ。やっぱむずいね。もう急にむずくなった。なんだよね、確かに。ああ打てなかった。オウムね、今パイレーズ・オブ・カリビアンって打とうとした。オウム、アガナウ、ウガツー、アガツー、アラガウ、張り合う、それ系なのは分かってたんだけど、ちょ、言葉が出てこなかった。有心。おしん、おしん、 NHK のドラマ。そもそも分からん。こんなん分かるか。解説、おしべ。ええー、いやー分からんよこんなん。はい、ということでこれね、何度やっても多分ここのランクの問題はクリアできないんじゃないかな。あ、でも一応超ド級は読めたのか。いやー無理っすね。つねる、おうむ、うん、
結構これ200問あるんで問題も被らないと思うから、まあせっかくなんでちょっと短すぎなのもあったんでもう一回だけ。ただクリアはできる気してないね。姿、形、声から考えてみようね。窃盗、空、ね、もうチップスの意味がすでにわからないんだけど、読めないんだけど。まあ初めの3問は簡単だろう。すでに難しいよね。こんなんわからねえよ。いや答え出るけどね。違う。地面。マス目か普通に。あの地に引って持ってかれたね。頭が。肘。いや。マスのとこの地にもちょっと引っ張られすぎたね。チートチートって出てきてずっと頭の中で。チトチト。テコだなこれ。原理で分かったわ。はしごって打とうとした今。てこの原理。起点力点作用点。あがめるか。歪めるか。恥ずかしめる。ゆうめる。違う。休める。ありめる。なだめるか。まあまあ落ち着いてくださいよ。落ち着いてくださいよ、どうさん。トム。なんだよ。トルだよね。サイド。借金が。なんだこれ、全然わかんにゃい。つまむ。嘘つけ。写真とか映像だろう。4文字ヒントあり。あ、簡単だった。ちょっと待って順番間違えた。イザイヨ、イザイヨってなんで。はびこるかな。それしかないだけだよ。知らないよ、読み方なんか知らないんだよ。それしかないだけで。ボーナスはいい。ボーナスも鬼なのかこれ。赤字の5字をひらがなで。チャンスは1回。神の御前にひざまずき、非道で悪逆な行いを金輪際慎むことなく叩く。叱った。金輪際の方か。そもそも最後の読み方がすでに怪しいもん。これやったな。セミじゃなかったよ。時だ、時の声だ。もう見た。だこれ前やった時にやったな。アルテイハ、何だったっけ。コンピラ、出たけど覚えてない。何だったっけこれ。あ、テニオ派だ。そうだそうだ、テニオ派ね。カメハメハみたいに。5文字。遠石、ちょっと足りないな。火炎石。こたつ石。こたつ石ってなんだ。トウロウ石。なんだろう。あ、火打ち石は火の打つ石でいいじゃねえか。なんで一文字にすんだよ。バーカバーカ。マウさん。ごう、ごう食、ごう列、ごう列、ゴーレゴレムス。それドラクエ。わかるかこんなもん。凍鉄。いやー
聞いたことはある。東鉄中国神話に、登場する妖怪、ね、これはもうしょうがないんでね、今度放送される、悪魔くんのね、令和版で、ね、そういう中国とかの妖怪を悪魔くんは結構ね、あの日本の妖怪が鬼太郎だとすると、悪魔くんは西洋の妖怪が割と出てきますんでね、それで勉強させてもらおうかと思います。はい、ということでね、クリアできるようなものではございませんでした。まあまあ、まだまだモードありますんでね、もう少し楽しませてもらおうかと思いますのでね、自分も挑戦したい人は、ぜひとも挑戦してみてください。